確かこれは全員の話を聞くんじゃなかったかな。まあ、クールはそうだよな。おっさん、まあ大丈夫でしょう。あれ、そういえばゲルダが先頭にいたはずなんだけど、まあまあまあ。あ、この人も。おい、お前何してる？騒いだって無駄だ。てめえらは死んだってそこから出られねえんだ。分かったら、おとなしくしてやがれ。おい、さ、分かったら。同じことしか言わないな。同じことしか言わないな。あれ？あれれ？待ってね。この人に関しては喋りかけられ、あ、かけられたか。この人がまだかな？あ、OK。神よ。初めて心からあなたに祈ります。どうか我らを法王様をお守りください。頭にワカメが。いつしか眠りに落ちた主人公は不思議な夢を見た。あれからミーティアの様子はどうじゃ。王妃様のことがよほどショックだったのでしょう。お食事にもほとんど手をつけておられず。うん、そうか。どうしたものか。これミーティア、そんなに慌ててどうしたんじゃ。お父様、森の向こうに男の子が。なんじゃと。ミーティアよ、一人で森へ行くなとあれほど申したではないか。男の子が倒れてるの。お願い、助けてあげて。男の子？どういうことじゃ。とにかく落ち着きなさい。ダメ、早く行かないと。あ、これ、ミーティア、待つんじゃ。こりゃいかん、ひどい熱じゃ。
お前たち、すぐ城に運ぶのじゃ。いいから早う連れて行け。どうやら医者も心配ないと言っておったし、もう大丈夫じゃろ。さあミーティアや、そろそろ休んだらどうじゃ。王妃が亡くなってから食事もろくにとっておらんと聞いておるぞ。いいえお父様、ミーティアなら大丈夫です。それより今はこの子のそばにいてあげたいの。仕方がないの。ほどほどにするんじゃぞ。それにしても運のいいやつじゃ。ミーティアが見つけなかったら今頃どうなっておったことか。よかった、気がついたのね。心配しないで、もう大丈夫よ。おはよう。よく眠れた？私は全然ダメ。ねえ、私たちこれからどうなるのかな。地上はどうなってるのかな。昔の主人公とミーティアのお話だったね。ククールは何も語らない。多分その覇王の斧で大魔人斬りとかしたら余裕でぶっ壊れるでしょ。余裕でぶっ壊れるよこれ。今まで何人もこの煉獄刀送りにしてきたが、中を見るのは初めて。あらば、この今いる人たちがなんで捕まったのかが気になるところだけど。ここには昼も夜もないが、時を知ることはできる。もうちょうど時間のようじゃな。監視の交代の時間ですね。日に一度の見張りの交代で、天に召される日がまた一日近づいたとわかるのじゃ。3日目。何もできぬまま時間だけが過ぎていった。どうでい、なんか面白い話はねえのかい。
丸一日この穴蔵で囚人どものしけた顔見てんのにゃ、もううんざりだよ。おお、大ニュースがあるぜ。そりゃあもう世界中大騒ぎだ。なんで、もったいぶんなよ。さっさと教えてくれ。聞いて驚くなよ。なんと、法皇様が一月前にお亡くなりになったそうだ。なんじゃと？法皇様がお亡くなりに？それはまことか？うるせえぞ！てめえら囚人の知ったことか？待ってくれ。法皇様に何があったんじゃ？どうしてお亡くなりに？一ヶ月もこんなとこに閉じ込められてたのか。うるせえっつってんだろうが。そんな、法皇様が、まさか。なんということじゃ。法皇様が一月も前にお亡くなりになっていたとは。一月前、法皇様が亡くなられたのはちょうどわしらがこの煉獄島に閉じ込められてすぐ後か。のお主よ、法皇様が亡くなられたと看守どもから聞いたとき、真っ先に思い浮かんだのがマルチェロの顔じゃ。やつはもしや、これは多分、いや、まさかやつとてそこまで腐ってはおるまい。じゃが、この煉獄島に閉じ込められている身では何もできることはない。真実を確かめるにはどうにかしてここから出ねばならん。わしに考えがある。皆を集めてくれ、頼む。何でしょう、何なんでしょう。というわけじゃ。では始めるぞ。神よ、ご勘を。痛い、誰か助けてくれ。腹が痛くてたまらん。ニノのおっさん、どうしちまったんでい。おじいさんが死んじゃうわ。三問芝居すぎるだろわしの大事な黄金のロザリオが、腹が痛い。腹の中に。まさかおっさん、その黄金のロザリオとやらが腹の中にあるんでですかい。そうじゃ、わしは大事な黄金のロザリオを飲み込んだのじゃ。この煉獄島に連れてこられるとき、取り上げられてはならぬと、こっそり胃袋の中に隠して、あたた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 た、あたたた、腹にロザリオが、黄金のロザリオが刺さって、痛い。何？黄金のロザリオだぞ？やあやあやあ、じいさん、ずいぶん苦しそうじゃねえか。じいさんの腹を痛めつけてるいけないロザリオが出てくるまで俺たちが看病してやるよ。他にもいけないもんがねえか、身体検査もバッチリな。ありがとう。なんと優しい方々じゃ。ありがとう。あり、一つ看病のついでにお願いがあるのだが。おうおう、いいぜ、何でも言ってみな。ついでにしばらく眠っておってはくれんかな、間抜けな看守どもよ。てめえ何しやが。どこか。よし、今じゃ。脱走だと。
なんで動かねえんだ。こりゃどうなってるんでげす。そうだ、確か見張りの交代の時はあそこのレバーを動かしてたわ。誰かが残ってあのレバーを操作しないと地上には戻れない。兄貴のためだ。ここはあっしが。いや待て、わしが残る。ニノのおっさん、みんなで逃げないでどうすんでガス。それに監視どもが起きたらあんたじゃ太刀打ちできねえでげすよ。わしはどうせこの煉獄島から逃げ出したところですぐに教会の者どもに見つかってしまう。ここはわしが引き受けた。だから頼む、わしに代わって法王様の死の原因を突き止めてくれ。わしは法王様の死の真相が知りたいのだ。ニノのおっさん、頼んだぞ。わしに構うな。お前たちは早く地上を目指せ。必ずやわしに代わって法王様の死の真相。目が覚めたか、マヌケどもめ。ロザリオなぞ嘘っぱちじゃ。残念だったな。さあ覚悟はできておる。煮るなり焼くなり好きにすればいい。このアホ、心配をかけよってからにどれだけ探したと思っとるんじゃ。あんたらを探し出すのに随分苦労したよ。まさかあの悪名高い煉獄島に捕まっていたとはね。まあよい、どうやら無事のようじゃな。お前も知っておろう、法王様が殺されたのを奴の仕業に違いない。こうしてはおれん。さあ行くぞ。